今避けられたのが田中の分だ。当てたれや。卒アルで先生より老けて見えた伝説の田中。いい笑顔。宿題を忘れた罰で校庭3周しろと言われた田中が校庭を3周してきた。何せんねん。殺される。 SM クラブの最上級のサービスにド M の田中が食いついた。レベル高。これを持っていきなさい。お前の本当の名はタカシ・トゥエル・ウル・田中。真の田中王となるためにそこら辺の田中を倒すのです。田中王？田中が寒気がすると言い始めたので冗談でサーモグラフィーを通してみたらとんでもないことになってた。ほぼしたいやん。小児の娘が図工で描いたパパの似顔絵があまりにも悪意と田中に満ちてる。案が田中やん。おい柴崎、パン買ってこいよ。じゃあ俺はジュース。俺は田中。売ってんの？彼女と初めてのデートが大成功に終わったのでバイトのシフトを代わってくれた田中に感謝。田中。田中さん、田中さん、目を覚ましてください。これ以上鼻からうどんを吸い込んでは危険です。誰か誰か。どういう状況？ねえ、早く私の体返して。仕草が女よ。クリームパンマン。アンパンマンの皮にクリームを入れて作られた。引くほど性欲が強い。アニメできんや。ロビー、ジャック、廊下に立っとれ。ここでも？君の今度のテストあまりにもひどかった。実は母が病気で。なに？お母さんが？夜も寝ないで看病してたのでつい勉強が。それはいかんね。お大事に。ザバスザバスって病気みたいなもんだしな。重症やな。考えていることが表示される T シャツを着たバカの田中が日清戦争を勉強中だが、さすがバカだ。そういうこと？静かにしない生徒たちへの怒りが頂点に達しようとしている学年侵入をいち早くさせた田中。めっちゃ見てるやん。大事な会議にポチの犬小屋の屋根を持ってきて、おっちょこちょいガールを演出する田中さんは下半身がない。わけわからん。さっきまでオーライオーライとか言ってた田中を絶対に許さない。どこでバックしとんねん。大魔王バーン。学年一しりとりの下手な田中の巻き方が想像以上。大魔王で止めとけ。ドッジボールで最後に残った田中がついに覚悟を決めた。いい笑顔。今日亡くなった5号室の田中さんでリーチっと、あとは7号室の斉藤さんでビンゴ。不謹慎。くっそー、田中のやつどこに隠れやがった？俺でない。最後の十数ページほど破られている。夏休みの宿題が間に合わなかった田中の言い訳がひどい。作詞や。なんだ、体がどんどん勝手に歩いていくぞ。なんかテレパシーで引きずられているみたいだ。割り勘と聞くといつもこの手口で去る確信犯の田中。縛り上げろ。エッチなのはいけないと思います。そうだよ男子、謝りなよ。なんでそっち側やねん。本当はバスケがしたいんだろ。いや、あなたは100歩譲って安西先生だとして、私は誰なんですか？新メンバー？それにも増して私には逃れ得ぬ宿命が。ラオとの戦い。トキー、この人が伝えたいことがあると。ラオを倒してきた。何してんねん。いや、喧嘩売ってるとかじゃなくて、お前も一緒にどうかと思ってさ。いや、なんかその人がさ、友達誘ってきてもいいって言っててさ。昔のお前ならもっとストレートに野球誘ってただろ。中島、メガネをどこにやった？